心臓人間キャシャーンは、タツノコプロが制作した、吉田達夫原作の SF テレビアニメ。1973年10月2日から1974年6月25日まで、フジテレビ系で毎週火曜日19時から19時30分に、全38回にわたり放送された。全35話。また、タツノコプロ企画室が原作を手掛けた、最初の作品である。 リメイク作品として1993年の OVA、キャシャーン、2004年の実写映画、キャシャーン、2008年のテレビアニメ、キャシャーンシンズがある。本校では1973年のテレビアニメと1993年の OVA について解説する。たった一つの命を捨てて生まれ変わった不死身の体鉄の悪魔を叩いて砕くキャシャーンがやらねば誰が、やる。ある日、 東ズ太郎博士が開発を手掛けた、公害処理用ロボット、BK-1 が落雷の衝撃を受け、自我に目覚めてしまう。公害の元凶となっている人間を処理すべきと考えるようになった BK-1 は、ブライキングボスを自称して戦闘ロボット軍団、アンドロ軍団を作り上げ、世界征服を開始する。東博士の息子の哲也は、二度と人間に戻れない。 覚悟で人間と融合して完成する不死身の心臓人間キャシャーンとなり、ロボット犬、フレンダーや恋人のルナと共にアンドロ軍団に立ち向かう。だが、数に物を言わせて、メンディオスアンドロ軍団の勢いは強力だが、天に過ぎないキャシャーンたちでは止められず、孤独な戦いを続ける彼らは、局地的な勝利を得るものの、対極的には、世界は次々と、 アンドロ軍団の手に落ちていく。同社作品、科学忍者対ガッチャマンに続く SF ヒーローものとして企画され、当初はガッチャマンの後、番組として日曜日18時の枠で放映される予定だった。しかし、ガッチャマンが大人気を博し、放映期間が予定よりさらに1年間延長されることになったため、同時並行で別の放送枠で放映されることになった。 なお、コロンビアミュージックエンタテインメントから発売されていた DVD ボックスの解説書には予算的な事情から最低限度の作画枚数を確保するために従来は 35mm フィルムでの撮影が当然だったのに対し本作は 16mm フィルムでの撮影を選択したという制作スタッフの証言も掲載されていた本作の仮タイトルはネオロイダーだったが 読売広告社の松山貫之専務のアイデアで、心臓人間、キャシャーンとなった。企画書では、未来への財宝を探すものという意味を込めてキャシャーンと名付けられていたが、監督の笹川博士は、これをガラスが割れた音と捉え、ガラスが割れて二度と元に戻れないことを意味すると、解釈し、人間に戻れなくなった主人公像を重ね合わせた。また、当初の企画では、 主人公の名前は、南ジョージになる予定だったが、ガッチャマンの登場人物に、南部博士がおり、南を使いすぎるとの理由から、東哲也に変更された。なお、南ジョージの名前は、その後、漢字表記を南条2に変えて、宇宙の騎士鉄火マンの主人公の名前に転用された。放映が決まった、フジテレビ火曜日午後7時の時間帯は当時、歌詞のキモック。 ケロッコデメタンと続く、タツノコメルヘン路線が敷かれていた枠である。そのため本作にも、その影響が残っており、企画書においてもメルヘン性を盛り込むことが歌われている。舞台は明確な国籍は設定されていないものの、北欧がイメージされて、背景美術が描かれ、古城や宮殿、石畳の歩道が登場する中を、主人公が流浪する。また、 主人公がいつかは人間に戻ることを望むというピノキオとも通じる要素を持ち、母親が白鳥に姿を変えるというファンタジー色を持つのも一つの特徴である。その一方で重厚なドラマとハードなアクションが魅力となっている。ストーリーには当時の日本が高度成長期であり、そのため公害がたびたび問題となっていた背景がある。 同時期のヒーロー番組にはない演出として大半のエピソードで攻撃の主体が毎回共通して登場する数種類の量産型戦闘用ロボットであるという画期的な演出を行いロボット軍団にふさわしい無機質な不気味さを表現するのに成功していると同時にロボットが没個性的な分ロボットの構成にさらされる人間側の生き様が強調されている。また 作品の前半部分は人間として民衆のヒーロー的な声援を受けていたが後半ではアンドロ軍団によって民衆の前で機械の体であることを暴かれたことで民衆からも虐げられるようになった自身の内面の葛藤が描かれたこれにより人間側を助けるヒーローでありながら人間側からも支持を得られない孤独のヒーローとして涙を誘い結果として現在でも 評価の高い人間ドラマを生み出すこととなった。しかし、反面、毎回目新しく個性ある敵ロボットの登場がなかったことで、とりわけ低年齢層の視聴者にはややとっつきにくい印象を与えたことも否めない。ただし、途中からは、不死身と称する人間キャシャン対策に特化したロボットが登場するようにはなっている。本作の監督には、全番組、 ケロッコでメタンをはじめとするギャグアニメを担当していた笹川博士が採用された。本格的な SF アクションものは、これが初めてという笹川はターザン映画をイメージして主人公のアクションを描いたという。ロボット兼フレンダーは笹川が漫画家時代に少年キングに連載した漫画魔剣五郎から引用された。フレンダーの頭部へは、 音響効果スタッフの加藤昌司自らが演じたものに、エコーをかけたものだが、この遠吠えも、ターザンのお竹びを意識したものである。また、荒野をさまよう流れ物というヒーロー像は、タツノコプロの先行作品、くれない三四郎があり、タツノコプロ社長、吉田達夫は、同作で、主人公を務めた西川育夫の演技を評価し、これが、キャシャン役の起用につながった。なお、 最終選考に残った神谷明は第13話裏切りロボット5号にてアンドロイド5号役として出演した。オイルショックによるスポンサーの宣伝費の削減やメインスポンサーの倒産などが原因で当初の予定よりも短い9ヶ月で放送が打ち切られることになり終盤はやや請求な展開になってしまった。しかし、 初の子プロ特有の劇画タッチのキャラクターと主人公の悲劇性、極めてシリアスなストーリーを持つ本作品はテレビアニメの放映終了から約40年も経った今でも根強い人気と支持を集め、最終回のラストシーンは希望とともに皮肉な笑いを持つものとして知られる。平均視聴率は 15.9%OVA 版のキャラクターデザインと作画監督を 勤めたアニメーターの梅津康臣は、辰つの子プロ作品の長年のファンであることを公言しており、本作品だけでなく、科学忍者大ガッチャマンと、ハウラケンポリマーの OVA 版でも、キャラクターデザインと作画監督を務めた。また、実写映画版で監督を務めた、木、里谷和明も、本作のファンであることを公言している。担当声優は、テレビアニメ版、OVA 版の順。 それ以外のものは別途記載する。ロボット兵、アンドロ軍団があらゆる市街地を征服するために用いた量産型ロボット。アンドロ軍団本部となった古城の地下工房や、後には占領地の各所で製造施設を建設して一大量産体制が取られた。爪ロボットをはじめ大砲ロボット、火炎放射ロボット、監視ロボット、ムチロボットなど多数のバリエーションがある。 多くは、頭部のコントロール装置が弱点で、爪ロボなどは、頭頂部にある角上のプラグをペンチなどで引き抜かれると、鼓動と共に心臓部が点滅し爆発してしまう。体のどこかに三角形から味方へ棘を伸ばした、アンドロ軍団マークがある。中には、人間の愛情で心が安らいだり、スクラップにされたくない、生存本能から、アンドロ軍団を裏切る者もいた。爪ロボから、 火炎放射ロボまでの三種は、軍団の代表的な量産型であり、進行の主力としてどんな戦場でも必ず姿を見せる造標である。余談だが、三種のうち、大砲ロボのみ設定所が現存しない。その他にも、アクボーンの試作品として毎回違ったロボットが大量に製造されていた。最後は、東博士が開発した秘密兵器。 スプレーザーの破壊光線により全滅した。OP の制作クレジットは前期はタツノコプロのみで、そのクレジットの仕方はタツノコマークが吐き出したものがタツノコプロのロゴになる演出だったが、後期はフジテレビタツノコプロに代わり、吐き出し変化は廃止された。またこれに伴い ED の制作協力フジテレビのクレジットも廃止された。本作の音楽は菊池俊介が担当し、 主題歌の歌唱には、佐々木伊が起用された。佐々木は起用までの経緯について、当時、和製、プレスリーをしていた僕は、歌が下手で、主題歌の候補に上がった時、先生はあまり乗り気ではなかったそうです。しかし、テスト歌唱で、歌が上手くなっていたので OK をいただきました。と後に振り返っている。本放送時、第32話と、第33話の間には、 第7話、英雄キケロへの誓い。第9話、戦火に響け競争曲。第13話、裏切りロボット5号の3話の再放送が行われた。キャシャーンのコミカライズは、学年史を中心に、いくつか行われたが、放映当時、このエース5コミックス版のみが、単行本化されている。作画担当は、第1巻が、渡辺福夫、若宮幸夫、大辻康隆。2巻では、 島治。エサム。エースファイブコミックス版のほか、当時連載されていた原稿を集めて、復刻出版された単行本。原稿欠損のため、一部をゲラや雑誌から復刻をしている。放映数年後、宇宙戦艦ヤマトが巻き起こした、いわゆる第一次アニメブームの頃に発刊されたムック本。フィルムストーリーやメガトーカズなどが掲載。シリーズとしてはナンバーワン。 ナンバー3の科学忍者対ガッチャマン2冊に引き続いて、タツノコアニメの特集号となった。1974年3月21日、東方チャンピオン祭り内で第1話のブローアップ版が上映された。平映は、ゴジラ対メカゴジラ、ウルトラマンタロー、サムライジャイアンツ、アルプスの少女、ハイジ、ハロー、フィンガーファイブの六本立て。タイトルは、 キャシャーン。アルファベット表記はカッションで、後年の映画版、キャシャーンとは異なる。タツノコプロ創立30周年記念作品として、1993年に発表された。全4話、従来のイメージを残しつつ、メカやキャラクターデザインを一新している。キャストもブライキングボス役の内科を除いて一新された。ブライキングボス率いるアンドロ軍団はついに、 世界征服を果たし、人間は奴隷としてロボット工場などで強制労働を強いられていた。しかし、人々の間には一つの伝説があった。それは、ロボットと戦う人間の姿をしたキャシャーンという名の救世主がいつか人類を解放してくれるというものだった。ある日、アンドロ軍団の最大のロボット工場に少女、コーズキルナが潜入し、 捕虜たちの脱走を企てるが失敗。しかし、ルナが処刑される寸前、ついにその伝説の救世主が現れた。神話からの帰還過去への旅立ち鋼鉄の戦場復活のキャシャンテレビ放送時処位、ポケモンショックを防ぐために一部暗く処理され、放送されたが、断りはなかった。1979年に正義の有志家さんとして漫画が発売された。ありがとうございます。